アニーワの格安スライダー結構おすすめです。はい、皆さんこんにちは、マトバ TV です。今回のマトバ TV はですね、新しくスライダーっていう撮影機材を買ったんですよ。でそのスライダーを使ったらどんな動画が撮れるかっていうのを今日は実験しに行きたいと思います。マトバ TV 初めて見るよっていう方はですね、こういう風にして、僕が乗ってるロードスター、愛車のロードスターの動画だったりとか、あとは YouTube 動画の作り方、機材のこととかですね、動画にして発信してますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ハイバルパーク、ハイボスアストバーク抜けるOK。スライダーと三脚、GoPro 専用のクリップを用意しました。それでは早速組み立てていきたいと思います。まずはスライダーに三脚を取り付けていきます。取り付けが完了したら専用のクリップをつけて GoPro を挟んで完成です。スライドする際ゆっくりと手ぶれに気をつけて動かすことがコツです。はい、今スケートを終えて帰るところです。いかがでしたでしょうか。スライダー使うと結構普通に撮るのと雰囲気が変わってちょっとかっこよく映るんじゃないかなと思います。僕は結構買ってよかったなと思います。ニーワのスライダー自体もです、その変なガタつきもなくて結構使いやすくてリーズナブルじゃないかなと思いました。だいたい価格として1万円ぐらいなんですけど、僕がいつも買う方法として楽天ポイントとかですね、アマゾンポイントですね、これを使ってお得に買い物して、僕はだいたい1000円ぐらいで買いました。アニーワの格安スライダー結構おすすめです。ではマトバ TV ご覧いただきましてありがとうございました。ぜひですね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。スライダーの質問とかロードスターの質問ですとかコメントありましたらどしどしお寄せください。それじゃあまたマトバ TV でお会いしましょう。